国際紛争を解決する手段として、武力の威嚇というものは禁止一切放棄するとして禁止されております、私はアメリカ軍に、この今の北朝鮮半島を巡る情勢において、アメリカ軍にとあの共同訓練をするということは、アメリカ軍のその武力行使に日本が加担する、アメリカ軍の威嚇に加担する、救助に違反する行為だと考えますけど、外務大臣の見解をお願いいたします小西博樹君。 民進党新緑部会の小西之でございますまず、本条約でございますけれども、郵政送金業務に関する役場におきましては、金融法設、金融包摂という理念が国際法上初めて盛り込まれております。この金融法摂との理念は、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、日本郵便会社法の3法で、日本郵政と日本郵便の法的責務として規定されている、 金融ユニバーサルサービス、この金融ユニバーサルサービスの理念と調和するものであり、これが法律の譲位法であり、憲法98条で政府が遵守義務を負うところの条約において定められたことは、私は誠に意義深いことと考えますが、総務省の見解をお願いいたします金子総務大臣政務官。はい、今般の郵便業に事体が 金融包摂の推進において重要な役割を担うという認識の下で金融包摂という概念が盛り込まれたものと承知しております我が国におきましては郵便事業体であります日本郵政及び日本郵便に金融ユニバーサルサービスが法律上の責務として課せられておりますが今般の役場は 国民に基本的な金融サービスを提供するという共通の観点に基づくものでありまして重要なものであると考えております小西寺之君、はい、あの明確な答弁をありがとうございました実はあの本日四月の二十日は、えー、明治四年に飛却制度に代わって郵便制度が創立された、えー、かつての定審記念日で今はあの郵政記念日で ございますはいあの世界に先駆けて、ですね、えー、郵便サービスだけではなく、この金融のユニバーサルサービスをあの明治以来、えー、培ってきたあの我が国のですねこの取り組み、えー、まさにそれが今、国際法においてその金融包摂という理念でですね条約によって定められたということは、あの私はあの意義深いとあの、大変意義深いものであると考えるところで、えー、ございます。ではちょっと重ねてあの 専務官に伺わせていただきますけれども有庁銀行は去る三月三十一日新規業務の認可申請を行っておりますこの度一般的な意味で国際法上の理念ともなった金融法説の一億を体現するまた体現してきた、えー、郵政の金融ユニバーサルサービスをしっかり え守ってそして発展させるためにも私自身あの国会議員として大いに応援をさせていただかなければならないと考えておりますけれども総務省として総務省としてこの金融ユニバーサルサービスを守り発展させていく決意についてあの答弁をお願いいたします金子総務大臣秘務官はい、えー、旧郵政省ご出身の小西委員には心から敬服申し上げますその上で国民生活に定着しております簡易なあ貯蓄や生命保険などの 勤務を郵便局で一体的かつあまねく全国で公平に利用できるようにします金融ユニバーサルサービスを確保することは重要であると考えております総務省といたしましては今後も郵便局において金融ユニバーサルサービスが確保されるようしっかりと取り組んでまいりたいと考えております 小決意あふれる答弁はあ,ありがとうございました、あのでは、政務官と、またあの郵政行政部長はあのここであの退席をお願いいたします、あの記念日のお忙しいときにありがとうございました金子総務大臣政務官と安藤行政部長はご退室いただいて結構でございます。小 あではあのー、今,の今,今般の,あの北朝鮮の情勢を踏まえまして、えー、いつもの厳しい質問をさせていただきたいと思います。<laughs> えー、まず,、えーまずあの、外務大臣にあの伺わさせていただきますが、あのー、新聞報道によりますと、えー、日本政府がアメリカに対してですね、あの仮にアメリカが北朝鮮に武力行使を行う際に、 日本に対して事前協議を要請し、それに対してアメリカが受け入れたというような報道、例えば日経新聞、手元にあるものでしたら、4月の12日の報道などがありますけれども、こうしたことは事実として存在するんでしょうか岸田内務大臣。ご指摘のような報道があることは承知しておりますが、報道されているような事実はございません。 小西ひろゆき君、はい、あのありがとうございました。あの報道であるような、その我が国から、えー、事前協議を要請し、アメリカを受け入れたというのは事実はないということでございます。では、あの、それはそれとしてですね、えー、仮に、えー、アメリカが、えー、北朝鮮に対して武力行使を行う場合に日、えー、米安保条約との関係で非常に重大極まりない。あの問題が存在します。お手元の資料を、えー、ご覧いただきたいでございます。けれども、えー、昭和47年の。 政府の統一見解でございます、えーまあ、簡単に申し上げますと、あの在日米軍が、えー、直接戦闘に従事することを目的として、えー、在日米軍基地を使う場合には、まあ、それを発信基地として使用する場合には、えー、アメリカ政府は日本に政府に対して事前協議を行う法的義務を有するというものでございます。これは年の 安保改定のときの交換公文によって定められ安保6条の明記されている取り決めとして交換されているものでございます。では、岸田大臣に伺いますけれども、あの北朝鮮にアメリカが武力行使をする場合に、例えばまあ空爆などをする場合にですね、あのこの日米安保6条に基づいて、当然、アメリカは事前に日本政府に対して、在日米軍基地を 基地として使用することについて、事前協議を求める義務があると、そういう理解でよろしいでしょうか岸田外務大臣あのまず、日米間におきましては、あの岸ハーター交換公務によって、えー、日米安保条約第5条の規定に基づいて行われるものを除き、えー、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての、えー、日本国内の施設および区域の使用、 は、事前協議の対象である。このようにされていますえー、そして、委員のご質問はあのこれに基づいて、えー、っと航空部隊による爆撃等が行われた場合には、これ対象になるか。あの。 になるのかというご質問だったと思いますが、あのご指摘の昭和47年のです、ねまあ、政府見解を見ますと、えー、戦闘作戦行動とは直接、えー、戦闘に従事することを目的とした、まあ、軍事行動を指すものであり、そして典型的な例、えー、なものとして、航空部隊の爆撃、えー、空挺部隊の戦場への効果、 あるいいいは地上上部隊へのの陸作戦、こういったものが挙げられていますあの。その中に航空部隊の爆撃というのが入っているわけですが、これ、具体的にはです、ね、これ、実際の対応、この具体的にはこのさまざまな複雑なものがありますので、これに当たるかどうかは、実際事態が発生した場合に、個別、具体的に判断するというのが考え方であると思います。小西博之君。はい委員長あの まあ、一般論として簡単にお答えいただければいい当た、当たり前のことをあの伺っているだけなんですが、今、お示しいただいた統一政府統一見解の第2項ですねあの、典型的なものとして、航空部隊による爆撃、すなわち空爆というふうに書かれておりますので、まあ、例えばその日本にある在日米軍基地からあの飛び立った、例えばアメリカ空軍の基地が沖縄のカデナ、また青森のミサワにございますけれども、そこから飛び立ったあの爆撃機があの北朝鮮を爆,爆撃する場合は、ですね武力行使の一環として、 その当該戦闘作戦行動というのは、事前に日本政府に対してアメリカは協議する法的義務があるという理解でよろしいでしょうか岸田外務大臣。はい、おっしゃるようにあの、この政府見解にあります航空部隊の爆撃に該当する場合は事前対、事前協議の対象になります。たただそれに該当するかかどうかは事態が発生した段階で 個別具体的にに判断をすするるととといいうことになると思いま小西平貴君、はい、あのでは、そのアメリカ空軍による爆撃が、ここでいうところの戦闘作戦行動に該当するかいないかは、誰が判断するんでしょうか、もしアメリカ政府が初めから戦闘作戦行動に該当しないという判断をすれば、あの大臣の答弁だと協議すらされないことになってしまうのではないでしょうか。日本政府として アメリカあの私は一般論ですから、あの日本政府としての当然の姿勢をこの国会で明らかにしていただかなければいけないと思うんですけれども、アメリカ空軍が北朝鮮を空爆するときは、事前に日本政府に協議する法的義務がアメリカ政府はあると、そうした明確な答弁をお願いいたします岸田外務大臣あの、えー。先ほど申し上げたように、えー、っとこの岸田交換公文によって、えー、この 事前協議の対象にするものを判断することになるわけですがあの、事前協議の対象になるものかどうか、これについては我が国政府としてしっかり判断し、考えを整理して、アメリカ側と協議をする。 ここういいったととになると思います、えー、事態の発生した時点において、えー、しっかりとこの判断することになります小西宏行君あの。今おっしゃられたように、我が国政府として戦闘,戦闘作戦行動を意外とするか判断するということですので、あのアメリカ軍がそういう動きをし始めた段階で、あるいはそのし始める前でも、必要であればやらなきゃいけないと思いますけれども、政府としてアメリカ、 日本政府としてアメリカ政府に対して説明を求めてその説明の中で日本政府として主体的に戦闘作戦行動であるか否かを判断するアメリカからの協議を待って行うのではなくて日本政府としてアメリカ政府に働きかけて事前に、えー、戦闘作戦行動であるかどうかを判断するそういう姿勢で臨むそういう取り組みをするということでよろしいでしょうか岸田外務大臣 まずですねあの、事前協議を行うということは、あの先ほど来出ているさまざまなこの取り決めに基づいて、アメリカが行う、事前協議を行う、これは当然の義務ですから、これは米国は当然、これは行うものであると認識をしています。そのの上で日日本本側としましししししまててもこうした事態に対してしっかり判断をを考え方を この米国側に伝えていかなければなりません。まあそういったやり取りを事態が発生した事態時点で行い結論を出すということだと考えます。 小西之君あの明確な答弁がいただいておりませんけれども、えっと、さらに、えっと、掘り下げていきたいと思います。あの1ページをもめていただいて、資料の2ページをご覧いただきたいんですけれども、えっと、これはあの資料の2ページの上につけてある、えー、47年6月6日の議事録でございますけれども、これはこの政府統一見解が作られたときの委員会での、えー、政府の吉野政府委員の説明でございます。このの統一見解についいてて考え方が書、えっと あります架、えー、線を引いたところをご覧いただきたいんですけれども、最小限度その行動を起こす以前であれば足りるわけなんですが、しかしながら、政治的に考えますと、日本の基地をその目的のために使うということは、日米両政府にとりまして、非常に重大な決意がいるというふうに言っております。そしししてててて続けけ我々に事前協議をかけてくる米国政府の態度といたしましては作戦準備 ととかというような技術的な行動のの前にそそもそも日本の基地を使って作戦行動を行ってよろしいかどうかという、もっと政治的な判断が先行すべきだろうと思いますし、またそれについて、日本側の同意を前もって求,求めておかなければいかんということになろうかと思いますとおっしゃっております、そして最後に、しかしながら我々に対して相談を仕掛けてくる時期というものは、政治的な考慮から従って、時間的にもそういう行動を起こす、相当前から我が方に行ってくるのではないか。 とといいいうにおっっしゃっているところでございますまず、簡潔に岸田大臣に伺いたいんですけれども、この当時の政府員の答弁ですね、日本政府としての考え方、この答弁にある考え方は、安倍内閣としても維持しているということでよろしいでしょうか岸田外務大臣。はい、あのえ岸田交換部公文によって、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地とし 基地としての日本国内の施設および区域の使用が事前協議の対象であること,こと、まずこれは安倍内閣においても何ら変わっていません、その上で今の、えー、この政府答弁、ご指摘の政府答弁ですが、あの事前協議が必要となるような状況においては、日米安全保障条約の運用等をめぐり、 政治的な観点から、日米間で十分な政策のすり合わせが必要であるとの趣旨で述べたものであると認識をしております。こうした政策のすり合わせを行うことは、同盟国として当然のことであり、この点、安倍内閣においても同様であると考えます。 西之君あ,のありがとうございました、ではあの伺いますけれども、この網をかけたところですね、2つ目の網をかけてあるところ、日本側の同意を前もって求めていかなければならないと言ってます、この日本側の同意というのは、その上にあります、日本の基地をその目的、まあ、つまり、えー、戦闘作戦行動のために、在日米軍基地をアメリカの基地としてですね、攻撃のため、あ武力行使のための基地として使うで、そのことについての日本政府の非常に重大な決意がいると。 でそういう決意たる同意を前もって求めておかなければいけないというふうにおっしゃってるんですけれども、あのこの度の事態に際して、あの今日この現時点において、日本政府として、アメリカ政府に対して、在日米軍基地をアメリカ軍の北朝鮮に対する武力行使のための基地として使用していいという同意はなさってるんでしょうか、事実関係を簡潔にお願いいたします、同意をなさっているかどうか、現時点において。 岸田外務この現在、日本の基地を使った作,品新作,作戦行動につきまして、同意を米国から求められているという事実はございません。米国は日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地として、 日本国内の施設および区域の使用を事前協議の対象とするということ、これはの条約上の義務であると、当然認識していると承知をしております小西宏行君、はいあの。ちょっと簡潔に言いますねこの、この47年6月7日の政府の見解にあるです、ね、日本側の同意って言ってますけど、こういう当該同意について、アメリカ政府から求められてもいないし、 また日本政府としても同意はしていないということでよろしいでしょうか、事実関係だけお願いいたします岸田外務大臣、はいあの。米国側から同意も求められていませんし、我が国も同意はして、同意はしており次の3ページの,あの資料をご覧いただきたいんですけれども、これはアメリカの空軍の参謀総長がです、ねあの、ツイッターで、えー、自分のツイッターで発信した情報でございまして、 あのまあ日本語で言うと、日本の嘉手納基地のこの素晴らしい戦闘空軍力のディスプレイを見よ、戦闘態勢だというふうにおっしゃっておるわけですね、まあ、これについて、いろんな各報道で取り上げられておりますけれども、北朝鮮に対するアメリカの戦力のですね、し、戦力を威嚇,力威嚇として示す、北朝鮮に対する牽制だというふうに報道されているところでございます。またあの先日日ペンス副,、えー、副大統領が日本に 来て横須賀の基地をあの訪問されてロナルドレーガン国空母ですねロナルドレーガンを訪れて米兵とまた自衛隊員についても激励をされたとでその激励に対して安倍総理は日米日米同盟の強い絆の現れだというふうにおっしゃっているところでございますあの記者大臣に伺いますがあのこのアメリカのゴールドウィーンあの空軍参謀総長のツイッターやあの横須賀のロナルドレーガンの訪問 まあそれに対する安倍総理の対応などを見ていると、まあ、アメリカ政府は北朝鮮と有事の際に、この度のですね在日米軍基地を、まさに北朝鮮に対する武力行使のための基地として、当然使うんだと、使えるということを前提で、こんな写真を世界中に、またこういうツイッターの発言を世界中にばらまいているんだというふうにしか理解できませんけれども、日本政府として、あのアメリカ政府にちゃんと、 基地を基地として使うためには、同意が必要なんだと、そういう意思表示をするお考え、私はしなければいけないと思いますけれども、そういう意思表示をするということでよろしいでしょうか岸田外務大臣あの。まず最初にご指摘がありました、このゴール,ゴールドフィン米空軍参謀総長のツイートですがあの、ご指摘のようなツイートがあったことは承知をしております。 ただ、その後、同参謀総長は、えー、っと再ツイートされまして、このツイートの中のファイツオンというこの最後の1号は、えー、フレー、あるいはファーといった式を挙げるための表現で、えー、あるというようなことも、まあ、ツイートされております。 あのこれはの偉大な米空,米空軍人への感激を表現したものである、まあ、こういった説明をされていると承知をしております。あのそして、えー、こうしたツイート、あるいは、えー、米副大統領の、えー、この日本訪問時のでの,この、まあ、行動等は、 についてご質問がありましたが、あのいずれについての,あの解釈について質問がありましたが、いずれにしましても、米国は先ほど来出ております交換公文、安保条約、さらには政府解釈等を通じて、事前協議が必要だということは十分認識をしていると考えています。 えー、その取り決めに従って、えー、しっかりと対応していくことが重要であると認識をいたします小西遼君あの。聞いたことも何もお答えになってないんですけれども、私が伺いたいことは、もしアメリカが北朝鮮に武力行使をした場合に、そして在日米軍基地を本格的な紛争になれば当然使うでしょう、軍事的には。だからこういうあの空軍を、飛行機を並べた訓練なんかをやっているわけであります。そうすると 日本の在日米軍基地が北朝鮮からの反撃にあう、在日米軍基地だけじゃなくて、東京や大阪にもミサイルが飛んでくるかもしれない、だからこそ、昭和47年の政府の答弁において、日本の政府において、極めてその重要なあの決,決,あの決意になると、このアメリカに基地として使わせ、在日米軍基地を基地として使わせること自体が、極めて重大な決意にがいると。 こととなんだいいうふうふに言ってるわけでございます今、安倍総理はあのちょこの北朝鮮の有事が発生した際にあの朝鮮半島の法人を避難させなきゃいけない、あるいは難民の対処が必要だと、そんなもう危機を煽り立てておりますけれども煽り立てておりますけれども、本当に本格的な紛争になったときに、日本国民にとって本当の命の危険が生じる、そうしたことについて政府としての責任を果たしているのか。 とといいいうことを私は伺っているわけでございますもう一度同じことを伺います、あの正面から、正面からきちんとお答えください、アメリカ政府に対して、在日米軍基地を北朝鮮に対する武力行使の基地として使用させることについて、同意が必要だというふうに、過去の答弁は言って、その答弁を引き継いでいるというふうにおっしゃってるわけですから、そういう同意が必要なんだということを、きちんとアメリカ政府に私は直ちに申し入れべきだと思います。アメリカの軍人たちがこういう支援活動をやってるわけですから。 政府とししての見解をお願いいたします岸田外務大臣あの事前協議につきましては、あのいやあの、事前協議につきましては、岸八交換公文、あるいは日米安全保障条約、えー、さらにはあ政府見解等について、えー、この考え方、これは整理し、明らかにしています。米国側についても向、向けても、こうした考え方はしっかり伝えております。 こうした取り決めに従って、適正に米国側が対応するということについては、我々は信頼をしております。こうした取り決め、条約等に基づいて、しっかりと対応をしていくことが重要であると認識をしています小西博幸君あの。先ほど、大臣が答弁されましたように、日本在日米軍基地を基地として使う同意を求められてもいないし、同意もしていないと。 あの個別のあの戦戦闘作戦行動の協議ではありませんよ基地としていざというときには使うという、そのことについても事前に前もっての同意が必要だというのが政府の見解だということをさっきおっしゃっているわけでございますから、私はこういう外交のあり方こそが、まさにあまりこういう言葉は使いたくはありませんけれども、売国であり、そしてまさにこれこそが従属外交ですよ。主権国家として国民を守るために、きちんと、 言うべきことを言う、求めるべきことを求めなければだめなんではないんですか、基地として使う、あの戦闘作戦行動の協議以前に、あの前もって行動を起こす、相当前から我が国に行ってくることが必要だというふうに答弁してるじゃないですか、そういう同意を求めるということで、よろしいですか岸田外務大臣。あの日米間の、えー、取り決めについては、先ほど来、説明しているとおりであります。 そして昭和47年の政府委員の答弁について、ご指摘をいただいておりますが、この答弁、これ、資料も出していただいておりますが、ここに書いてありますように、この、要するに日本の基地から直接作戦、戦闘作戦行動を行うということもあるわけでございますから、最小限、 その行動を起こす以前であれば足りるわけなんですが、しかし、政治的な判断等も必要ではないかということをわれわれは想像している次第であります。こうしたあの答弁になっております。あの我が国のこの考え方、そして日米の取り決めは先ほど申し上げておりますように、岸畑降下公文、日米安全保障条約、 こういったものであります、そして政府見解は47年に明らかにし、委員の方からもご指摘いただいているとおりであります、これが我が国の基本的な考え方であり、これに従って、しっかりと対応することが重要であると認識をしております君、はい、あの今、大臣がおっしゃったのは、この議事録の一番最後のところですね、あの時間的にそういう行動を起こす、相当以前から我が方に行ってくるのじゃないか。 ということをま想像しておる次第っというふうに言ってるわけですけれども、これはあくまで日本政府としての想像なので、現実に日本政府、安倍内閣としてアメリカ政府に在日米軍基地を武力行使の基地として使用することの,あの事,前な同意事前の同意ですね、非常に重大な決意だと言ってますけれども、それを取らなくてもいいというお考えということでよろしいですか、時間がないので、簡潔にお願いいたします岸田外務大臣。あのー 先ほども申し上げましたように、このご指摘の答弁については、この政治的な観点から政策のすり合わせが必要である、こういった趣旨を述べたものだと認識をしております。その上で、この米国側からこの同意を求められている事実はありません。日本側から求めるということもしておりません。あの恐るるべきことが起き,恐るべきこととが起てていると思います国民の命安全を無視して 政府主権国家としてなすべきことをなさずに、非常に今、危ない状況にあの向かっているんだと思いますが、岸田大臣に伺いますけれども、大臣は在日米軍基地についての考え方ですけれども、在日米軍基地は、アメリカが北朝鮮に武力交渉した場合に、攻撃対象になる、なりうる、軍事的にですね、つまり日本国民、日本にとって、あの北朝鮮からの反撃、攻撃を受けるという意味で、そういうリスクを負うものであると。 あのそういうふうにお考えでしょうか、それが日米安保であり、在日米軍基地の,あの重要なあのよ本質的要素の一つであるというふうにお考えでしょうか岸田外務大臣。あのまず、えー、この過程に基づいて、えー、どうなるかということについて、えー、お答えすることは控えなければならないと思います。ただこの 安全保障環境、大変厳しい状況にある、厳しさを増している、こうした中にあって、この我が国の防衛力のみでは、この自国の安全が脅かされているあらゆる事態に対処することができない以上、日米安全保障体制の下で、この米軍の前方展開を,展開を確保しつつ、抑止力を含むあ、核抑止力を含む米軍の抑止力をもって、 我が国の安全を確保する、えこうした考え方は重要であります。抑止力を強化していくためのま努力、これは国民のこの命や暮らしを守るためにも重要であると認識をしております。 小西あの聞かれたことを答え、聞いたことを答えてください。アメリカが北朝鮮に武力交渉した場合に、在日米軍基地は北朝鮮からの攻撃対象になると、そのようにお考えですか、ならないとお考えですか、イエスかノーかで、あの家庭のことですね、あの法人の避難だとか難民の問題だとか、安倍政権は散々答弁されてます岸田外務大臣あの先ほどから申し上げているように、家庭に基づいて具体的なこ,のことを申し上げるのは、これは控えなければなりません。 我が国のこの安全保障を考えても、こうした発言は控えなければならないと申し上げておりま小西祐貴君。委員長 はい、あのちょっともう一つ大事な問題がございます、あの報道によればです、ねえー、今あの、カール・ビンソンという空母が北あの朝鮮半島に向かっているということですけれども、まあ、こうしたあのカール・ビンソンなどの,このアメリカ軍と自衛隊側の共同訓練をするという報道がありますけれども、共同訓練をするというような計画が現時点であるんでしょうか、想定があるんでしょうか、簡潔に答弁願いますあの防衛省、政府参考人で結構です、じゃあ簡潔に、はい、防衛省、岡防衛政策局次長。 日米両国の間におきましては、平素からさまざまなあことを、ま、検討とも行っておりますけれども、相手国との関係ともありますので、えー、お尋ねの点についてのお答えは差し控えさせていただきたいというふうに思っておりま小西浩之君。 はい、あの記者大臣に伺いますけれども、憲法9条において、国際紛争を解決する手段として、武力の威嚇というものは禁止、一切放棄するとして禁止されております、私はアメリカ軍に、この今の北朝鮮半島をめぐる情勢において、アメリカ軍にとあの共同訓練をするということは、アメリカ軍のその武力行使に日本が加担する、アメリカ軍の威嚇に加担する、九条に違反する行為だと考えますけど外務大臣の見解をお願いいたします岸田外務大臣。 あのこの地域のこの平和と安全を守るために日米同盟そして日本とアメリカが協力して抑止力を高めていくこのことは重要であると認識をしております。そのためにま共同訓練というものは重要であると認識をしております。えそして我が国のこうした行動については当然のことながら。 えー、我が国の憲法と整合的でなければならないと思います。さまざまな取り組みについては、あの国会の議論等を通じましても、えー、憲法との整合性、えー、しっかり説明をさせていただいていると認識をしております、えー。これからも憲法を守りながら、我が国の国民の命や暮らしを守るために、政府として最善を尽くさなければならない、このように考えます小西宏之君。とちょっと先ほどどの事前協議を伺わせていてただきますけれも 住民が、日本の住民が避難する時間的な余裕を十分に持って、事前協議を行うように、アメリカ政府にです、ね、申し入れる、そういう意思はありますでしょうか、そういうことを申し入れると約束いただけますでしょうか、時間ですので、簡潔にご答弁をお願いします。岸田外務大臣あのここのの事前協議につきましてはこの、えーまあ この事前協議の主体、開催のタイミング、あるいは仕組みについて、特定はされていないわけですが、ルートについては外務省と国務省の間で行われるものでしょうし、この事項についても、この内容、3つほど想定されているものがあります。日本の安全を確保する地から この場ま自主的に判断するということで、えー、あります。えー、国益そして国民のこの安全という観念、えー、観点から、えー、具体的な事案に即して自主的に判断していきたいと考えます。はい、あの何も答弁になったことをご指摘して終わらせていただきます。ありがとうございます。非常にいい論点でした。 E